関目高殿駅は、大阪府大阪市旭区高殿4丁目にある、大阪市高速電気軌道谷町線の駅。駅番号は、T15。関目は、上東区側、旧東成郡、江上村、高殿は、旭区側、旧東成郡、上北村の地名である。当駅は、両区の境界となっている道路の下にあるが、当駅の公式の所在地は、旭区高殿となっている。 改札口改札内コンコースにあるタイル壁が島式一面二線の地下駅である。改札口は1箇所のみ。出入り口は5箇所あり、第日寄よりに1から4号で入り口、東梅田よりに5号で入り口がある。当駅は東梅田関区駅の所属である。2020年11月10日の1日、上降人員は13,817人である。 大阪シティバスが運行しており、停留所名は高殿。開業当初の駅名は、関名駅であった。地元自治会の要請によって、後に、関名駅と表記されるようになり、車内自動放送においても、次は、関名高殿、関名高殿でございますと読まれ、谷町線のもう一つのカッコつきの駅名であった4、天皇寺前駅同様、カッコ内の、 高殿もアナウンスされるようになった。その後1997年に、関目高殿駅に正式に変更された。今里筋線の関目生育駅も、歌唱駅名は、関目だったが、当駅との混同を避けるために、近隣地名である、生育をつけた経緯がある。社内放送では、関目高殿と、木に強制が置かれる。 今里筋線の関目生育駅は南に300メートルほどの場所にあるが完全な別駅扱いで乗り換えはできない。今里筋線との乗り換えは大使橋今市駅を使うことになる。ありがとうございます。